今日、KOM キングオブキャンペーンポイントが2回ありました。そのそれぞれの通過のポイントを合計してのトップの選手に贈られます赤いジャージです。芝のレーシングチーム鈴木七輝、そして、昨日のタンクラインのポイントも加算されております。ポイントリーダーカザフスタンナショナルチームバレンティン・エブリスキー、グリーンジャージが贈られます。アタシに全部持ってかれてるな。やっぱり死にさん興奮沸騰してるけど、おめでとうございます。そしてこのステージレースに出る人が誰もが一番欲しいジャージ、総合時間のジャージ、これは各ステージの合計のタイムを計算して一番速い選手、つまりこのステージの中で今一番速い人に贈られます。72番カザフスタンナショナルチームバレンティン・エブリンスキー、ちょっと、ホロトの方にお願いいたします。ひときわメッセージが多かった、応援が多かった鈴木選手にちょっと、ファンの皆さんに代表して一言いただいて、そして元タイムいきたいと思います。はい、ありがとうございました。シンプルだな。今日の応援の皆さんにぜひ明日に向けても意気込み一言お願いします。はい、それではホロトさん、よろしくお願いいたします。さあ、バレンティン・エブリンスキー選手にも含めまして、ちょっと前回の